新庄が優勝に向け戦力を整える。2023年最下位でシーズンを終えた日ハム、新庄剛志監督2年目のシーズンは優勝を狙うと高らかに宣言し始まりましたが、結果は伴いませんでした。それでも新庄は長期低迷するチームの再建を託され、2024年も日ハムを指揮します。優勝させるのはもちろんだが、勝ち続けるファイターズを作るのが僕の仕事と続投会見で語った新庄。勝負の3年目を迎える新庄は2023年オフに戦力の大整理を行うかもしれません。浅間大輝。浅間は2014年に入団すると、高卒1年目の2015年から46試合の出場で打率2割8分5厘、10打点、4盗塁、出塁率3割0分7厘と将来を期待させる成績を残しました。飛躍が期待された2016年でしたが、キャンプ中に腰椎分離症から来る腰痛で離脱。復帰後は5月にプロ初ホームランを放ちましたが、52試合で打率1割9分1厘、9打点、2盗塁、出塁率2割1分9厘と全体的に成績を落としています。2017年には腰痛が再発し、19試合の出場にとどまると、オフには椎間板ヘルニアの手術を受けました。その後はサードに挑戦しましたが、出場数を増やすことはできません。転機は2021年。バットをやや寝かせて構える打撃フォームに改造したところ、オープン戦から打撃が好調で開幕1軍を手にします。すると128試合に出場し、初の規定打席到達を達成。打率2割5分1厘ながら5本塁打、31打点、8盗塁、出塁率3割0分8厘の好成績を残しました。しかし、2022年は右足首の故障などで75試合の出場にとどまると、2023年も右足首を骨折し、9月末までで13試合の出場に終わっています。浅間は2022年オフにソフトバンクに移籍した近藤健介の背番号8を引き継ぐなど期待はされていました。しかし、2軍でも打率2割5分前後と伸び悩んでいます。日ハムの外野は2023年ホームラン王争いを演じた万波中正、2022年首位打者の松本剛が100試合以上出場しレギュラーに君臨。阪神から移籍の江越大賀や俊足の五十幡亮太も外野で60試合以上に出場しています。他にも野村勇希、郡司裕也といった打撃が魅力の他のポジションの選手たちも外野で出場することがあり、浅間の出番は徐々に減りました。27歳と若い浅間は戦力外とはならないかもしれませんが、トレードや現役ドラフト候補になる可能性は十分あります。浅間は日ハムで近藤の後継者となれるのでしょうか。名場為翼。名場為は2018年に大卒社会人から入団した投手。流通経済大学で投手としての才能を開花させ、3年春は6勝、5完投、0敗、防御率 2.65 で MVP など2冠を受賞し、チームを15期ぶりのリーグ優勝に導いた剛腕です。また、3年春には後にチームメイトとなる田中正義にも投げ勝ちました。入団1年目の2019年から先発や中継ぎで起用され、4試合で1先発、防御率 7.88 と経験を積みます。2021年には2軍戦で19試合登板、4勝6敗、防御率 2.30 を記録し、最優秀防御率に輝きました。そして10月19日に1軍に昇格すると、6回1失点でプロ初勝利を挙げています。前年の活躍を足がかりに2022年シーズンに臨んだ名場為でしたが、2試合の先発登板で0勝1敗、防御率 3.60 に終わりました。2023年は9月末までに2軍で13試合に登板し、6試合が先発、防御率 0.94 という好成績を収めています。しかし、2軍でもクオリティスタートが一度もなく、1軍では5試合の登板で8回3分の1を投げるにとどまりました。名場為は最速155キロのストレートとスライダー、
フォークなどを駆使して投球しますが、2軍で成績を残せても1軍では実力を発揮できていません。2023年の1軍の先発陣は上沢直之、加藤貴之、伊藤博美を中心にローテを回し、上原健太も100イニングを投げています。また北山浩輝、鈴木健也、コディポンセが60イニング前後を投げました。リリーフでは50試合前後に投げた池田貴秀、田中正義、川野流星、玉井大将が安定した成績を残しており、勝ちパターンに入り込む隙間もありません。また先発も中継ぎもこなしたブライアン・ロドリゲスがおり、中日から獲得した山本拓海もいます。復活を期す宮西直樹や杉浦俊弘といった実績のある投手もいるため、生ためが先発か中継ぎで役割を勝ち取るのは容易ではありません。2024年に29歳を迎える生ためは戦力外候補の一人として数えられているでしょう。郡拓也。郡は2016年に帝京高校から日ハムへ入団。捕手、内外野をこなすユーティリティープレイヤーで肩が強く、高校時代には遠投120メートルを記録しています。一方で打撃は課題があると言われていました。郡は1年目の2017年にプロ初打席を経験すると、2019年には2試合、2020年には9試合と少しずつ出場試合数を伸ばします。2021年はキャリアハイとなる33試合に出場しましたが、打率1割8分8厘と課題を残しました。2022年はプロ初本塁打を放ち、26試合に出場しましたが、2023年は9月末までで7試合の出場に終わっています。郡は様々なポジションに挑戦しており、2018年はキャッチャー、2020年はセカンドやサード、2021年はファースト、セカンド、ライトで出場しました。様々なポジションに挑戦している郡ですが、本職はキャッチャー。2023年の日ハムのキャッチャーは、オリックスから移籍してきた伏見トライが80試合以上でマスクをかぶりました。打力だけ見ると、伏見は打率2割前後と高くなく、郡にとっても壁は厚くありませんが、打力で壁になるのはキャッチャーで30試合以上に出場したアリエル・マルティネス。マルティネスは打率2割5分前後ながら15本塁打を放つなど、持ち前のパワーを最大限に発揮しました。他にも清水雄志、古川雄大といった選手もいますが、ライバルになりそうなのが2023年途中に中日からトレードで加入した郡司裕也。郡司は郡と年齢が近く、大学4年の時にはリーグ戦で三冠王にも輝いたこともある強打者です。中日から移籍すると移籍後に3本塁打を放つ長打力や勝負強い打撃でチームに貢献してきました。郡司は名字が似ていて、お兄さんと同じ拓也である郡を密かに応援していたそうです。郡司との友好関係は続くのでしょうが、フィールドに出るとライバル。打力で劣っている郡は、郡司の打力を超えることが生き残るための道になりそうです。また、同じ捕手のタミヤも他のポジションで出場しながら2本塁打を記録しました。日ハムがドラフトで若い捕手を獲得し、タミヤも捕手として成長させていくプランがあれば、中堅捕手が弾き出されてもおかしくない状況。郡はトレードや現役ドラフトの対象選手となってしまうかもしれません。中島拓也。中島は2008年に入団。打撃は非力という評価でしたが、岩井隆之スカウトは、スローイングが良かった。ガッて強く投げない。ソフトにスナップですっと投げられる。ヤクルトにいた宮本慎也がそうでしょ？ああいうショートが本当にうまいんだ。僕の隠し玉だから、と称賛していました。また、岩井は、バッティングは確かに非力だけど、悪い打ち方してるわけじゃない。筋トレとプロの食事でどうにでもなる。盗塁できるスピードと感性も持っている。パワーさえつけば、レギュラーになれる子です。6、7年かかるかもしれませんけど、と、高校卒業後、長期的に育成していく方針を明かします。
岩井の計画通り、中島は4年目の2012年にダイソー守備要員として105試合に出場。一方で打率は1割1分4厘と課題を残します。しかし2013年は際どいコースのボールをカットしファールにする技術を身につけ、打率を2割3分8厘まで上げ、出塁率も初めて3割を超えました。また127試合で23盗塁を決め、飛躍の1年になっています。2014年は規定打席へ初めて到達し、打率2割5分9厘28盗塁とさらに成績を上げました。2015年、2016年には全試合出場を飾ると、2016年は34盗塁で盗塁王にも輝いています。岩井は2015年にショートで出場し続ける中島を、彼は故障や怪我に強い、きっとあっちこっち痛いはずですよ、2番ショートだったら、それを故障だと思うか当たり前のことと考えるか、そこの違いが本当の体の強さなんですよ、体の強さっていうのは心身の強さですからね、と改めて評価しました。しかし2018年の規定打席到達を最後に、2019年からは徐々に成績が下降。2020年からの3年間は出場試合数が100試合に届かないシーズンを送りました。復活を誓った2023年ですが、5月9日に1軍登録されてからの8試合で打率1割4分3厘1打点1盗塁と低迷。5月24日には左内腹斜筋肉離れで戦線を離脱しました。9月19日に1軍再登録されると、9月22日には NPB 史上79人目の通算200盗塁を達成。しかし2023年は16試合で打率1割7分9厘2盗塁と成績を残せませんでした。中島が主に守っていたショートは上川端大吾が80試合以上に出場し、若手の奈良間大輝も40試合以上を守っています。セカンドでは上川端や奈良間に加え、加藤豪介や石井和成といったメンバーも20試合以上に出場しました。打力も必要なサードには清宮幸太郎がレギュラーとして君臨しており、中島の出場する枠は限られています。2024年に33歳を迎えるベテランは戦力外になるかもしれません。監督就任3年目に向け、新庄はどのようにチームを改革するでしょうか。日ハムの動向に注目しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントを押していただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。